はい、えー、今日もね、メインテーマやっていきたいと思いますけれどもね、えー、今日はあ,あれですね、質問箱ですね、ですのでラジオネームございません、えー、元サピックス生の母親です中学受験をする予定の息子がいるのですが、自分がサピックス生だった頃に死ぬほど勉強したあ黒い記憶がよみがえってきてしまい、サピックスに通わせることを躊躇しています。 こんな理由で多塾にするのはありでしょうか?」「通学路に校舎があるのですが通りかかるたびに当時を思い出してブルーになってしまい結構真剣になら悩んでいます」えーはい「塾嫌いだったわけではないのですがあの薄いテキストが自分の身長に届くほどやりまくった記憶や激しいクラス将校長い長いゴールデンウィークと日曜特訓など えー、当時思い出すと今でも疲れてしまうのですほう。子供もサピックスに通わせている元サピ生のママ友も多いのですが私自身が第一志望ではなく第二志望の学校に行ったことも原因かもしれません。ということでありがとうございます。いいやーなんかあのー、またこれはこれれはで珍しい、えー あのご質問ですねご悩みですねユ,あのまあユニークって言っていいのかちょっと分かんないですけれどもありがとうございます。ねなるほどって感じですねやっぱこういうお便りいただかないとこういうことで悩まれてるんだっていうまあ僕自身はねあのサピックスに通ってた親っていう立場は分かりえないですからねうんだからこういうことで悩みっていうのがあるんだっていうね、えー、まあ そういういいことは知れるからねありがたいですね、うん、で、なるほどって感じ元サピックス生だからサピックスってもうすごいね歴史が長いねまあ大手塾ねあのー、いわゆる四大大手塾ですかサピックスまあ関東で言うとねサピックス早稲垣、えー、日農研そして四谷大塚ですかお関西だったらね浜学園とかのぞみ学園とかねそういったところ。 まあ日県も関西あ強いですけどね、うん、やっぱりそういうところはもうそうかそういうことがありえるわけだよねだって僕が小さい頃つまり中学受験生だった頃からもうある塾だからそ,そりゃそうかって感じですよねすごいねあ長年頑張ってるねうん企業としてすごいねまずね <laughs> だから親がサピックス生で子供もサピックス生っていうね あすごいね。あなんか慶応とか早稲田とかねそういうあのいわゆる難関校とか有名校とかだったら聞くけどねああのおじいちゃんからおじいちゃんの代から慶応ですみたいなおじいちゃんの代から早稲田ですみたいなね、うん、そういうのは聞くけど、ね、お母さんの代からサビックスですってね <laughs> そういうことがありえるってことねなるほどなるほど、うん、だけどだけど困ったことにですね えー、そのサピックス生だった頃の記憶があ非常に、えー、苦い思い出であると何だったらこう、まあ、トラウマに近いようなあ形で記憶に残って、えー、いてですねうんだからサピックスに横を通るだけでもあちょっとこうブルーな気持ちになってしまうと、うん、まあんだろうトラウマまではいかないけど反トラウマぐらいですよね多分ね通りかかるたびにだってフラッシュバックして。 ねえなんか真剣に悩むっていうことがあるわけでしょ、うんだからそうだねでそれでだからつまりそういう、うん、と結局これはどっちなんだろうねえっとつまりえっと母親がこの質問者さんが嫌な気持ちになるからサピックスに通わせたくないのか子供がまあそれもあるプラスアルファ子供に 同じ思いをさせたくないからあのー、その子供ににサピックスに通わせたくないのかどっち視点でこれはあれなんだろうなまあでも多分うん多分そうだねそうだねあお母さんが母親が、あのー、嫌な気持ちになるから、あのー、サピックスに通わせるっていうことは結構もうそのお母さん的な母親的な、まあ、精神 的な観点からして、まあ、難してて難いいっるほどなるほど,なるほど、うんえー、こんな理由で多塾にするのはありでしょうかっていうことですけれどもねまあ別にありなんじゃないですかうんまあなんだろうそのつまり、えー、サピックスじゃなくてじゃあ日農研サピックスじゃなくてじゃああ早アカとか、うん、サピックスじゃなくてグノーブルとかねうん っていうようなまあ選択になってくるんかなって感じですけどまあまあんとそっちの方が結果的に効率がいいっていうかまあその総合的に見てまあハッピーなんであればまあそれでもいいんじゃないですかまあもちろんなんだろうまあ元僕はねサフィックスにいた人間だから。 まあそのサピックスの良さっていうのを知っちゃってるからまあ,あのそれはサピックスをおすすめし,したい気持ちはあるけれどもあのただ一方でまあサピックスは拘束時間が短いがゆえに親御さんの管理っていうのは結構ん他の大手塾よりも求められる部分はあるからだからまあそこは一長一短っていうかね でそういう意味で言うとまあ早稲カは早稲カでいいところ知ってるし日露県は日露県でいいところ知ってるからでまあその他ね塾まあ少なくとも四大大手に関してはもうこれはさねだって親の代からあるってことはねそんだけやっぱノウハウは蓄,は蓄白じゃないわ <laughs> ノウハウがね治癒ハウされてるはずだからね、うん、蓄積されてるはずだからでまあなんていうの今までもいろ,いろんな企業としてさ ね、いろんな波を乗り越えてきてるはずだからまあまあやっぱり普通のその,ポットでの塾よだからまあそういう意味ではまあ絶対サピックスじゃなきゃいけないってわけでは当然ないので、ね、だって僕がね今まであの、まあ、触れ合ってきたっていうかさ、まあ、教えたり指導したりコミュニケーションを取ったりしてきた、まあ、いろんな生徒の中であの、まあ、もちろん 和製屋の生徒もいますし日野県の生徒もいますしう四谷大塚の生徒もいますしその他あいろんなねうのぞみ、えー、グノーブルとかあいろいろいますからでまあそれでまあ塾の話とかも聞いてるしでも別に例えば僕が持ってた和製屋家の生徒とかもまあ,あの普通に押印とかね女子学とか行ってるしうだから。 まあなんていうのサピックス以外の塾でも当然まあ実績でも出てるけどね全然あの第一母校行くための勉強っていうのはできるしそも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 ねそもそも塾でそんな変わんないからうんそんなに変わんないからいやもちろんねあのー、10単位は変わるかもしれないけどね一番変わるのは1000単位で変わんのが本人のまずやるかやんないからだから。<laughs> 本人のやるかやらないかでまず1,000なのそのまあなんていうの学力みたいなのが数値であるとしたら本人がやるかやらないかで1,000なのか2,000なのか3,000なのか4,000なのかっていうのがまあ決まっていくと考えて、うん、かけかけ1,000みたいなこと、うん、でその次にかけ100前後ぐらいの,その 100, 100の単位ぐらいを決めるのが、まあ、親のサポート力みたいなことだから、うん、中学受験はね、うん 1>, だから1から1000点あってそれをね1から100倍するのが親のサポートでその時1から10倍するのがあのどの塾かとかどういう講師にしておけるかとかどういう教材を使うかってことだからまあやっぱ変数としては結論はやっぱ小さいんだよねどの塾に行くかっていうのはねうんまあもちろんね。 あの評価値1とかの塾に行っちゃったら大変だけどまあまあもう四大王手とか有名な塾になってくるともう 7VS8VS9VS みたいなそれぐらいの差だから、うん、そんななにあの差はつかないってことですね、うん、だからあのまあ別にサビックスでさ、ね、その母親がしんどい思いするんだったら別に早稲田家でも、ね、別に他の有名な塾でもう全然いいんじゃないですか。ででそれで 子供があが相性ちゃんとよくて「なここ行きたくない」とかって第六感的に言わないっていうかさ「あここ何か面白そう」とかさ「あここだったら行ってもいいかも」みたいな感じに思える場所であればまあ別にそれがサービックスじゃなくても全然いいんじゃないですか、まあ、ただ、えっと、ただ、えー、その続きだよね。 えー、まあ塾嫌いだったわけではないけどもあの薄いテキストが自分の慎重に届く方でやりまくった記憶激しいクラス症候え長い長いゴールデンウィークと日曜特訓などということですけれどもえ当時思い出すと今でも疲れてしまうとおまあだからもうサピックスっていう概念にまあトラウマ的なものが、えー、ひもづいているのならば。 別にいいんだけれども、まあいい、いいっていうか、他塾にしたらいいと思うんだけど、えっと、一つ認識しとかなきゃいけないのは、別にそれってサピックスじゃなくてもあるよって話。うん、別にサピックスだから、めちゃめちゃ勉強して、えっと、ゴールデンウィーク特訓があって、日曜特訓があって、クラス証拠があるわけではない。うん、別にそれは早稲アカであろうと、日能研であろうと、四ツ谷大塚であろうと、その他塾によって。 であろうと、ね、勉強はやっぱりその成績を上げる偏差値を上げるっていうのであればこれはもうめちゃくちゃ勉強しなきゃいけないしでゴールデンウィーク特訓はあるし日曜特訓もやっぱ受験生になるとあるわけだよね。でそれで言うと拘束時間で言うとなんだったらサピックスが一番短いぐらいだから業界の中でも。だから まあ他の塾に行った方が拘束時間は実は長いんですけど、まあ、だから少なくともあの分かっておいてほしいのは別にそれはサピックス限定の話では全くなくそもそも受験、まあ、今回多分中学受験だけれども中学,を中学受験をする以上は、えー、っとそういったことは当然あるのでだからなんだろうそ,こはそれは大丈夫なんですかっていう確認はしておいた方がいいよね。うん、それはあの大丈夫なのっていう、うん だそれ別にサビックスだけじゃないよっていうであともう,もう一個ちょっとこれは小っちゃい話だけど、えー、と激しいクラス症候に関してはサビックスの小規模校に行けばあの解決はされるよね、うんあのー、例えばで東京校とかだったら三十クラスとかあるんですけれども東京校とかあとは自由が丘校とか横浜校とかそういうなんかでっかい校舎に行けば ね、20コース以上あったりして激しいクラス将校っていうのはあるんだけれどもサビックスの中にもやっぱ 3, 校とあー3クラスとか4クラスしかないみたいな小さい、ね、小規模校もあるんですよ。だからそういうとこ行けば別にそんなに、ね、だって ABC ぐらいしかないわけですから何、ね、だったらアルファがない、ね、校舎だってあるわけで。ね、ABC の3クラスのさ校舎だったら A から B か B から C ぐらいじゃないねえ A から C とか C から A ぐらいでしょ <laughs> だからそんな <laughs> でしかもやっぱり、あのー、偏差値がよほど変化しないとクラス変化がないわけだからそんなにクラス証拠もないってことだよね。うん まあやっぱり20コース以上あったらもう偏差値 2, 2変化すればそれだけでクラスが変わるとかね下手したら偏差値1変わるだけで、えー、クラスが変わるみたいな世界だけどもう3クラスとか4クラスしかなかったら別に偏差値 1, 1とか2とかの変化でクラスは変わんないからねだからそのクラス証拠のへ、えー、っと激しさっていう意味ではまあ小規模校を検討するっていうのはまあ一つありだよねっていうのはある。うん、まあただでも うん、まああとは、まあ、やっぱり子供にとって何がいいかだよね、うんまあ、だから、そのどれぐらいサピックスがトラウマになってんのかが分かんないけど、うん、だからもうそれがどうしようもない、えー、つまり子供にとって何がいいかよりも、えー、優先しなければならない時効なのであれば、そのトラウマ具合がね。 なのであればまあそれを優先していただいた方がいいような気がするけどまあだからそこはバランスだよねうんバランスを考えていただければって感じですよねうんまあ第一志望ではなく第二志望の学校に行ったことも原因かもしれませんといやでも一つ思ったのは一つ思ったのはうーん,なんだろうなんかねちょっと引っかかるっていう話を最後にしておくとえっとつまり えー、薄いテキストが自分の身長に届くうでやりまくった記憶とか激しいクラッシュ症候そしてゴールデンウィークと日曜特訓とか、まあ、あと第1志望ではなく第2志望に行ったとかこういったことってさなんか別にサピックスのせいではないと思うんだよね。うんその要はだから、えー、とやりまくって だっていうその勉強をさめちゃめちゃ頑張ったっていうのは質問者さんんだだと思うんだよでなぜじゃあそんだけやったのかっていうところを原因を紐解いていくとなんかね真なる原因がなんかありそうな僕の第六感が言ってる、うん、シックスセンスが言ってんだけどそうだから、まあ、例えばだよ 例えば分かんないこれもうあくまで僕の妄想勝手な妄想なんだけど例えばこの質問者さんの親がなんかすごく厳しくてめちゃめちゃ勉強をさせてたでその際にあんまり器用じゃなく、えー、質問者さんが精神的負荷をすごく感じている中で、えー、しんどいなと思いながら、えー、まあ 頑張ってた例えば親に、えー、なんかひどいこと言われないされないために頑張ってたとか、えー、親に褒められたいから頑張ってたとかなんかそういうまあ分かんないよ全部妄想だし、えー、全て可能性を提示してるだけなんだけど、まあ、だからなんかそういう質問者さんの親から来るあの精神的ストレスによってその小学生時代 がまあ嫌な思い出塾っていうのが嫌な思い出になってる可能性も、まあ、なくはないのかなとか、うん、でもし例えばそうだとしたら別にどこの塾に行こうがあのー、たくさん勉強はしなきゃいけないしクラス証拠はあるだろうしゴールデンウィーク特訓も日曜特訓もあるだろうし第一志望校に浮かんないってことも当然あり得るわけでならもし ねえ質問者さんの親が原因なのであれば今度は質問者さんが同じことを繰り返さなければまあいいっていう話になってくるんでだからサピックスっていうのが、まあ、変数っていうかまあなんだろう別にサピックスであろうがなかろうがそこは関係ないよねっていう話になってきそうだしうーんまああるいは何だろうなだからなんかもう一段階その。 サピックスがなぜブルーに感じてしまうのかっていうところをもう1段階もしくはもう2段階ぐらいなぜっていうのを分析してじゃあその分析した中でどれが一番そのサピックスをトラウマ化しているのかっていうところをんまあちょっと聞いてみたいところはあるね個人的に。 まあっていうのが、まあ、最後に、まあ、なんかまだこの未解決部分の感じを最後、ちょっと言語化した感じなんだけど、まあ、全体をざっくりまとめると、まあ、別にサピックスじゃなくてもあ,のあんまりどこの塾に行くかっていうのはそこまでは関係しないので一番重要なのは中学受験本人がやるかやらないかそして、その環境をサポートを親ができるかできないかっていうところなので。うん まあだから別にサピックスじゃなくてもいいんじゃないですかっていうのがまあざっくりとしたまとめになります、はい、以上です。